かなりの意欲作だ。インパネ周りは機能優先のデザイン。その代表は ピラー内蔵ドアの採用で広大な、左側ドア開口を設けたことと、文字通り平らな助手席過失フラットモード。ピラーレスは他社にも前例はあるが、助手席を足元にダイブダウンさせて、長手方向が最長で 2635mm、正真正銘フルに平らになる床は、相当に使い勝手がいいはず。 差し詰め、現代のクリエイティブムーバー、編集部中、ホンダが90年代に、初代オデッセンを皮切りに掲げた、コンセプトといったところか。4ナンバーの K1 ボックスといえば、シャワーの修理を、お願いしたいんですけど、などと電話をすると、業者や職人さんが乗ってやってくる。が、 見ればボディはボコボコだし、室内も工具や部材など雑多な荷物で溢れているのがよくあるパターン。が、NVAN はそんなこれまでの仕事環境を目覚ましく改善してくれるに違いない。ドーンと空間だけあって、 何でも詰めるから一歩踏み込んで多彩な用途を前提に詰めるようにしてあるのが特徴だから。バイクが積み込み可能なことは話題になっているが、エアコンの室外機を梱包ごと積み込むなどお安いご用だろう。カタログによれば、 ハイルーフ仕様の方が室内孔以外のサイズに余裕があり、室内幅も 1390mm 確保されている。シートの折りたたみ操作は分かりやすいオレンジ色のストラップ、レバーを使って簡単に行える。また内装はリブを立てたデザインで、 トリム全体を荷物と面で接触しにくくすることで傷がつきにくいようにしてある。運転席、シートはしっかりとした作り。5つ母子評価パッケージング、インテリア、居住性。 パワーソース、フットワーク、おすすめ度、島崎七尾陣はゲッジ会員、モータージャーナリスト1958年、東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余り勤務。雑誌。 単行本の編集、執筆、撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほかウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、 一般ユーザーの視点で車と接し、レポートするスタンスをと。運転席の乗り降りは、低床で無理なく行え、ドアはほぼ垂直のため、狭い場所で小さく開いての乗降も楽だ。試乗車はターボ仕様だったが、 CVT との組み合わせながら、ストレスなく、スムースに走らせやすい。荷重を想定した LT タイヤの指定空気圧は、高めの設定、前、後イコール280、350キロパスカルだが、空にの状態でも乗り味は、スムースで安定している。 そうだったのか、である。今にして思えば、先に登場した N ボックスがあれほど乗用車ライクにマイルドに仕上げられていたのも、こちらがあってこそのことだった。蓋を開けてみれば、 キレッキレにクールに仕立てられたプロ仕様が NVAN というわけだ。